はあ、イブちゃん？ひなさん、起こしちゃいましたか？ううん、なんか目が覚めちゃっただけ。イブちゃんは何してんの？なんだか眠れなくて、空を見てました。そっちに行ってもいい？もちろんです。よく星が見えるね。今日みたく空気が乾燥してるとね、星がよく見えるんだ。あれがオリオン座の三つ星、見える？あ、あれですね。ピカピカしてすごく綺麗です。ひなさん、今日は本当にすみませんでした。いいって、楽しかったし。いえ、皆さん受験で大変なのに、私のわがままに付き合ってもらってしまって。だからいいって。イブちゃんもリサチーと似た気持ちなんだね。リサチーもさ、卒業するのが寂しいって言ってた。私は大学行くのすごく楽しみだから、やっぱり二人の気持ちはあんまりピンとこないんだよね。時間が止まればいいのに、なんて思ったことなかった。でも、イブちゃんが寂しい気持ちでいるんだってことはよくわかった。それはちゃんとわかったよ。それに、これだけ惜しんでもらえるってことはさ、ほんと私たちって愛されてるなーって。イブちゃんのまっすぐな愛、バシバシ感じちゃった。つもりはなかったんですが。わかってるって。イブちゃん、私もイブちゃんの気持ちしっかり受け止めたわ。うん、私もイブちゃん、たとえ卒業してもずっと一緒だからね。自分もこれだけイブさんに思ってもらえてたんだなって思うと嬉しいです。皆さん、ありがとうございます。あらあら、イブちゃんもアヤちゃんもひどい顔よ。ほら、ティッシュ
涙を拭いて。ほんと、二人とも泣きすぎ。今日これだけ泣いちゃったら、卒業式ではもう泣けないんじゃない？いえ、そんなことありません。卒業式でも絶対に泣きます。何その宣言。そこまで言われたら期待しちゃうな。そんなこと言ってるけど、ひなちゃんだって卒業式になったら泣いちゃうかもしれないよ。私？泣かないんじゃないかな。全然そんな気しないし。ひなさんらしいです。私、決めました。今まで寂しさから目をそらしてきましたが、もう自分の気持ちに嘘をつきたくありません。今日ひなさんは思いっきり咲いて潔く散る、そうおっしゃいました。それはつまり、どんなことがあっても目をそらさず、今という時間を全力で生きるということだと思います。寂しくても、切なくても、辛くても、全部受け止めたい。だって、それも皆さんとの大切な思い出ですから。全部、全部、ぎゅっと抱きしめたいです。だから決めました。私にできることを全力でやろうと。皆さんの受験、これまで以上に全力で応援させていただきます。今を全力で受け止めて、悔いのないよう生きる、それが私のプシャーです。やっぱりイブちゃんはこうでなくっちゃね。私も悔いのないように勉強頑張る。なんか胸の奥がルンってして、ギュギューンってしてきたかも。イブちゃん、ハグしよう。え、ひなさん？行くよ、ぎゅー。ひなさん、苦しいです。ほら、みんなも早く早く。よし、イブちゃん大好き。いつもと逆なので、なんだか照れちゃいますね。でも、ぎゅーです。覚悟はいい？イブちゃん。皆さん、力が強いです。あら、いつもイブちゃんが私たちにしてくれるのはもっとすごいハグなのよ。イブちゃんのハグパワーはこれくらいじゃないよ。だからぎゅー。皆さん、暑いです、苦しいです。まだまだやめてあげないよー。